日本は今日がグループステージでの戦いとなります。このゲームは埼玉スタジアム2002で行われます。ピッチとスタンドの距離が近く、アウェーを戦う対戦相手、ホームサポーターの強烈な重圧を感じざるを得ないでしょう。この時間はオマーン対日本、こちらの一戦をお届けいたします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。アジアオセアニアカップグループリーグ最終節、オマーン対日本、サイドの紹介です。皆さんから見て右に攻めるのがオマーン、画面右側が日本、左上がっていく、中上げる、大きく縦へ、二塁、香川からスペースに出る、香川から宇佐美、中は前スイル、中央、これも拾いたい、オマーン。さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。日本、ここはショート、安西、裏へのスルーパス、乾に渡る、いい展開ですね。オマーンとしては先ほどからサイドの活性化が目立ちますけどもね、サイドバックがかなり高い位置まで上がってるんですよね、はい、相手が引き気味になっている時ほどこういった形を取ることが一般的と言われてますけどもね。全体的にサイドバックが押し上げるというイメージですね。そうですね、まあサイドの厚みは増しますけども、一つ懸念としては味方サイドバックの裏に上がった分のスペースができてしまうので、そこのケアは必要になりますよね、はい、まさにカウンター要注意ってことですね。そうですね、鎌田から乾、足元狙う、宇佐美シュート、決まった、最初、北澤さん、これ今フリーになっていましたけれども、うまくマークを外しましたよね。そうですね、出し手のイメージ通りの場所にここぞというタイミングでもらいに行く、その動き出し、まさにこのゴールでしたね。一見シンプルに見える今のシーンも、本間何秒の正解で飛び出すタイミングを測ってますからね。相手ディフェンダーよりも早く反応してしまったらオフサイドになりますし、この駆け引きこそ最高に難しいですから、見事なゴールですよね。さあ日本、貴重な先制点を奪いました。宇佐美、香川から鎌田、裏を狙う、ちょっと伸びてしまいました。縦へのボール、山口、これを奪います。オマーン、ここでファールをもらいます。行けますよ、仕掛けるか、乾から長いボール縦へ、オマーン、なかなか敵陣に入れません。一気に前線にボールを送る、長いボール縦へ、ここで前を向けるか、演出できるか、乾、左サイドを上がっていきます、自分で行く、丁寧に足元を使う、チェックを受けながらのドリブル、おそらくシュート、コーナーキック2本目、
はいい位置に詰めていました。いい反応でしたね。セカンドボールをきっちりと予想したポジショニング取って落ち着いて脇に流し込んでいいボールですよね。さあ日本さらに1点を追加し2対0としています。日本としてはここからさらに自分たちのサッカーがしやすくなりますよね、はい、2点リードは精神的に大きいですからね、うん、ゲームの主導権を握る上でも状況としては非常にいいですよね。そうですね。さあつながるか。さあ一気にカウンター。ボールはシュート、フィズボールになる。いや頼もしいですよね。これ止めちゃうわけですからね。まさに守護神ですよね。長いボールを送ります。長いボール縦へ。カウンターを仕掛けていきます。サイドを使います。うまいですね。外に逃げる。ここで長いホイッスル。前半終了です。北澤さん、前半振り返っていかがでしたか。まあ、ぜひ監督に言われるのはインテルは怖いところでもありますからね、まあ、ゲームをこう終わらせたい3点目をどう取れるかですね。アジアオセアニアカップグループリーグ最終節、オマーン対日本。日本が2対0とリードして後半へと向かいます。さあ後半スタートです。西、宇佐美、橋本、山口、乾、スリーだ。さあどこかしてくる。シュート、決まってしまうんでしょうか。これで3点差です。これは一瞬のスペースを見逃さずプラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。いやパスの受け方、もらう位置、タイミング、シュート、今のはどれを取っても申し分ないですよね。相手キーパーの位置をしっかり把握して落ち着いて流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。今日2点目です。さあ日本現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。三浦から長いボール縦へ、宇佐美、2点取って北澤さん、いい出来ですよね。そうですね、今日のゲームは引っ張っていってますよね。このままハットトリックも期待したいところです。チャレンジはしません。後ろに流す。大きく縦へ、裏へのスルーパス。このパスはキーパーへ。大きく前線に入れます。
香川、ここは対応します。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。日本としては無理に行く必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどもね。宇佐美がかなりきついプレッシャーを受けていますが、北澤さんどうご覧になりますか。まあ今日は目立ってますからね。点も取ってますし、シュートも決めてますから、相手としては抑えておかなければいけませんよね。クロスボールに頭で反応、焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。さあ日本、現在圧倒的な強さを見せています。このスルーパスは通りません。縦へのボール、山口、大きく縦へ、ゴールキックとなります。オマーンがメンバーチェンジをします。安西、足元大事に行きます。オマーンは先ほどから守備のブロックが中央で固まっているという印象ですが、いかがですか、北澤さん。そうですね、攻撃をクロスに絞らせてるんでしょうね。センターバックの選手がサイドに積み出された時は、残りの中盤の選手がカバーに入りましたよね、はい、なかなか崩れませんよね。なるほど、チーム全体として非常に守備の意識が高いと言えますね。はい、ただ外でボールを回されてしまうとなかなかプレッシャーには行きづらくなる欠点はありますけどね。イエローカードです。無駄なファールにも見えましたけどもね、注意してほしいですね。サイドへ上げてくる、どうだ。タイミング合いませんでしたね。オマーン、ここで選手を変えます。抜けてくる、抜けて勝負、シュート、きた、追加点、日本容赦ない一発。チェックを受けながらのシュートを決めてきました。中島、ボディバランスですよね。体を寄せられたとしてもそれを跳ね返せる力、これがゴールを生み出しましたよね。もう2点目のゴールです。オマーン、これで交代枠を全て使い切りました。さあ日本、このゲームの主導権を完全に抑えています。長いボールを送ります。いいプレッシャー、
激しいボールの奪い合いです。乾がここはファールを取られます。これはイエローを食らってしまいます。日本今のでイエローカード2枚目となりました。日本が最後の交代枠を使います。さあどうする、ミドル、これはよく止めました。安西、日本ここは時間を使います。三浦へ、西右サイド上がる、起きましたよ、右サイド上がっていきます。ペースを狙った、ウィークロス、大きく縦へ、さあここでカウンター、つながります。アディショナルタイムは4分あります。宇佐美、柴崎へ、安西、裏を狙う、このボールに触ります。ゴールに向かっていく、と外れたところでホイッスル、試合終了、5対0日本完勝です。見事に勝ちました。日本トップ通過です。さて北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。日本としては攻撃的で非常に迫力がありましたね。素晴らしいシュートシーンが見れましたしね。はい、ありがとうございます。さあ放送時間もなくなってまいりました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。アジアオセアニアカップグループリーグ最終節、日本見事勝ち点3を得ています。